トゴン大使とは、15世紀中頃のオイラトの主張。徳トとトアブハを擁立し、東モンゴリアの有力者、アルクタイを考察することによって、トグステムルの死以来のモンゴリア統一を達成した。猛古源流はトゴンが、バトラ上将とエルビクハーンの娘サムル公使との間に生まれ、幼名は幕ムであったと記している。バトラ上将は、ケレヌトのオゲチハシハに殺されたが、 オゲチハシ派自身も天罰によって死んだため、その息子、エセクが、オイラ大ハーンを擁立し、サムル公主をめとってバクムも引き取ったという。この頃、サムル公主は、オゲチハシ派に敷いたげられたのを恨みに思って、後のアダイ、ハーン、アルクタイ大使を逃がしているが、この際に、バクムは、オイラとの旧敵であるモンゴルを利するような行為を、攻め立てている。この後、 アダイがハーンに即位するとオイラトを攻め、バクムは捕虜となったが、鍋をかぶせてし使ったことからトゴンと名付けたという。アダイハーンの下でトゴンは、アルクタイやモンゴル人部のモンケベといった人物の敵意の中で過ごしたが、やがてサムル公主に引き取られてオイラトに帰還した。トゴンはオイラトに戻るとすぐに、ドルベンオイラトの代表者を招集し、ドチンモンゴルを攻める軍を出発させたという。 漢文資料では、トゴンの名はその父マフムードが亡くなった頃より現れるようになる。当時、モンゴリアでは、アルクタイを中心とする、モンゴル、ジュンネイオーマフムード、ケンギオウタイビン、アンラクオーバトイコールボラドの三人に率いられる、オイラと、明朝のエーラクミカドが派遣をめぐって争う時代であった。一時、マフムードの勢力は優勢であったものの、 これを警戒したエイラクミカドがアルクタイに協力すると形勢は逆転し、マフムードはアルクタイの攻撃に敗れ1416年に亡くなった。マフムードの死後、トゴンがその後を継いだものの、それまでマフムードに従属的だったタイピンバとイコールボラドの二人がオイラト内の主導権を握るようになった。マフムードを失ったオイラトは勢力を衰えさせ、 アルクタイ率いるモンゴルが優勢になったが、今度は、アルクタイの勢力が大きくなりすぎることを恐れた、英楽ミカドは、英楽20から21年にわたって、モンゴルへの遠征を行った。これを後期と見たトゴンは、アルクタイへの攻撃をはじめ、英楽21年にはこれを破り、その配下の人々、家畜を略奪した。英楽ミカドの死後、トゴンはますます、アルクタイへの圧迫を強め、 戦徳6年の遠征によって、アルクタイは、本拠のフルンボイル地方より追われ、ウリアンハイ 3A に逃げ込んだ。この戦いと前後して、1431年頃、明朝の支配下にあった徳とアブハが、明朝の下を離れて、モンゴリアに向かい、徒ンによって迎えられた。これより以前、タイピンバトイコールボラトを殺しておいらと唯一の、 支配者となったトゴンは自らハーンとなることを望んで、いたが、チンギスハーンの子孫以外は、ハーンとなれないというチンギス闘原理によって、周囲の反対にあい、これを断念せざるを得ない状況にあった。そこでトゴンはやむなくトクとトアブハを擁立することで、モンゴルの武州の支持を得ようとし、トクとトアブハは1433年に、ハーンに即位して、大ンハーンと称した。 タイスンハーンを擁立することで正当性を得たトゴンは、アルクタイへの攻勢を強め、まずガハイウルーンでのタイスンハーンとの戦いに敗れた、アルクタイは南下してもナさんに逃れたが、そこで、トゴンによって攻め滅ぼされた。これによってトゴンは、モンゴルの大部分を制圧し、アルクタイの丘陵の統治は主にタイスンハーンに任せられた。一方、アルクタイに擁立されたアダイハーンは、 アラシア地方に逃れており、そこで明朝とオイラトという二大勢力に挟まれつつ、なお余命を保っていた。しかし、政党一から二年に、明、オイラト双方から攻撃を受けて衰退し、政党三年には、オイラトの攻撃によって攻め滅ぼされた。猛古源流ではトゴンによるアダイハーンの死虐を、詳しく知りしており、トゴンとの戦いに敗れたアダイは、主のオールドに逃げ込んだが、 トゴンはその周りを三度巡って何度も切りつけたという。これは、罪作りな行いだと考えた周囲の者はトゴンを、諌めたが、トゴンは、還元を聞かず、自らハーンとなることを宣言したが、主のオルドを離れたところで天罰によって亡くなった、と記される。アダイハーンの死と共に、トゴンが亡くなったのは、猛古源流の創作とされるが、ここでは、 チンギス・ハーンとその子孫たるボルジギン死を否定することが、モンゴル社会では認められないということを表す逸話で、あるとみられる。政党4年まではトゴンによる長江の記録が残るが、翌政党5年にはその子エセンが死者を派遣しており、1439から1 4 4 5ごろにトゴンは亡くなったとみられる。トゴンの死後、一時的に、長男エセンと次男の間で、 争いが起こったようであるが、最終的には衛戦が、トゴンの地位を受け継いで、大使と称した。後輩大尉、バトラ上昇、順礼王、マフムードトゴン大使衛星大使、衛ン,ンハーンをしてムル大使、下宿を6。ありがとうございます。